韓国は、アメリカ海軍の航空母艦、エセックス級航空母艦としては9番目に収益した。エセックス級の内艦種延長等の改修を踏まえて、建造された艦は、飛行式ながら、オサ船体系、タイコンデロンガ級航空母艦といった故障、分類がなされることもあるが、本艦はその中で最初に竣工した。また、飛行艦班の短縮。 飛行乾板作業の切り欠きといった設計変更も実施されたが、この特徴は同艦とタイコンデローガにのみ見られるものである。艦名はアメリカ独立の功労者、ジョン・ハンコックにちなみ、その名を持つ艦としては4隻目。ファイティング花の愛称を持つ。1943年1月26日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール株式会社、 フォアリバー造船所で寄港、当初、タイコンデロガの鑑名が予定されていたが、ジョン・ハンコック保険会社が資金援助を申し出た際、地元のクインシーで建造される空母に、ぜひハンコックの名を付けてほしいとい要望があった。すでに、ニューポートニューズ造船所で建造中の同系艦に、ハンコックの鑑名が付けられていたが、両艦の名前を交換することで解決した。 こうして1943年5月1日に、ハンコックに改名され、1944年1月24日に、デウィッド・シー・ラムゼ夫人の妻によって浸水する。1944年4月15日に、初代艦長フレッド・シー・ディッキー大佐の指揮下収益した。1944年ハンコック所属の F6 回、ヘルキャット戦闘機が着艦中1944年12月、 フィリピン近海にて活動中ハンコックは、ボストン海軍造船所で偽装を完了後、トリニダードとベネズエラ沖で訓練航海を行い、7月9日にボストンに寄港する。7月31日にボストンを出港、パナマ運河とサンディエゴ経由で真珠湾に向かう。真珠湾を9月24日に出港し、10月5日にうるしい干渉でハルゼー提督の 第3艦隊に合流する。ハンコックは第38任務部隊の中の第2軍に配属されることになり、マリアナ諸島西方375マイルの地点で合流する。同部隊はマーク・ミッチャー中将式のもと、沖縄、台湾、フィリピンの日本軍基地を攻撃するために集結中であった。日本海軍の航空戦力はマッカーサーのレーテ上陸当時麻痺状態にあった。 艦隊が10月10日に沖縄沖に到着した時、ハンコックの艦載機は沖縄の離着陸場と輸送部隊に攻撃を加えるため発艦した。攻撃機は7機の敵航空機を破壊し、潜水艦母艦、12台の魚雷艇、2台の小型潜水艇、4台の貨物船といくつかの小船の破壊を支援した。10月12日には、 台湾の日本軍基地で6機を撃墜、地上で9機を破壊した。また、貨物船1隻を、撃沈3隻を破壊している。台湾沖航空戦で、ハンコックも日本機の攻撃を受け、爆弾の一発は、左限監視付近に落下。一発は、機銃座を貫通して、水中で爆発したが、特に損傷はなかった。事後、レーテ上陸支援のためフィリピンへ向かう。 10月18日に、ルソン島北部、翌日に、セブ島やネグロス島等の各所飛行場を襲撃。20日に、ウルシー艦渉に交代したが、そこで当時休養、補給中であった第38.1任務軍に、所属外となった。レーテ沖海戦では、栗田武雄中将の艦隊が、レーテ湾に向かいつつある情報を受け、任務軍は、休養を切り上げて、攻撃に参加。 ハンコックは、両艦のホーネット及び、ワスプと共に、栗田艦隊に打撃を加えた。開戦後、10月29日に、第38.2任務軍への所属に戻った。第38任務部隊の指揮はミッチャーから負けイにへ、交代し、ハンコックは11月17日に、任務部隊の帰還となった。11月25日、襲来した。 特攻機のうち一機がハンコックへ突入を試み、対空砲火により機体は空中で爆発したものの、主翼島の破片が飛行甲板に落下して火災を引き起こした。しかしながら、迅速、的確な消火活動により被害は最小限に抑えられた。27日にウルシーへ戻り、民ドロ島の上陸部隊に対し予想される特攻攻撃を防ぐため、 ルソン島の日本軍飛行場に対する紹介任務に出発する。12月17日に任務部隊はコブラ台風に遭遇し大被害を被ったがハンコックは飛行甲板まで大波を受けたものの被害はなかった。12月24日にウルシーに戻り、6日後にフィリピン北部及び台湾の飛行場への攻撃のため出発した。 1945年1月10日より南シナ海へ向かい、フランス領インドシナ沿岸での戦団への攻撃、続いて海南島及び香港の港への攻撃を行った。1月21日、TBM アベンジャー来撃機が台湾の港への攻撃任務を終え着艦した際、搭載していた500ポンド爆弾が爆弾層から落下して飛行甲板上で爆発した。被害は、 下の格納庫にまで及び50人が死亡、75人が負傷した。しかし火災は速やかに消し止められ、まだ空中にある他の関西機の収容に移った。25日にうるしいに帰島翌日指揮官の交代に伴い起動部隊は第58任務部隊へと再編成された。事後、洋島攻略及び沖縄攻略に参加する。3月20日、ハンコックが 駆逐艦、ハルゼーパウエルに燃料を補給していた際、再び特攻機の襲撃を受ける。前回と同じく対空砲火により機体は空中で爆発したものの破片と爆弾が両艦に降り注いだ。4月7日、沖縄水上特攻作戦に出撃した戦艦ヤマトに対し、両艦のエセックス等と共同して艦上機群による攻撃を行う。しかし同日、 ハンコックも特攻機により損害を受ける。特攻機はハンコックの飛行艦板で待機中の艦載機群に突入、爆弾は左艦型バルト付近で飛行艦板を貫通して爆発した。飛行艦板及び格納庫両方で艦載機が誘爆し、62人が死亡、71人が負傷したが、懸命の消火活動により1時間半以内に沈下して、 戦闘行動に復帰することができた。ハンコックは4月9日に部隊を離れて、新珠湾に向け出発し、そこで修理を受けた。修理完了後、一時的に訓練任務に従事し、6月13日に戦線へ復帰して、ウェイク島への攻撃に参加。7月下旬には、クレ軍港空襲に参加する。8月10日には、岩手県冷え抜き軍花巻町を空襲した。 終戦後の8月25日に、ハンコックの関西域は、日本国内の捕虜収容所へ、医薬品などを投下した。9月2日に、戦艦ミズーリの艦上で、日本の幸福調印式が行われたとき、ハンコックの関西域は上空を飛行した。ハンコックは、東京湾に1945年9月10日、入港し、9月30日に出港。 途中沖縄で1500名を上艦させ、カリフォルニア州サンペドロに向かい10月21日に到着した。その後、サンペドロでマジックカーペット作戦に参加し、ゼイアドラーワン、マヌス州、アドミラルティ諸島に向けて11月2日へ出港した。キロにおいては4000名を上艦させ、12月4日にサンディエゴに到着する。週間後に度目の輸送任務に着手し、 3773名をマニラで上艦させ、カリフォルニア州アラメダに1 9 4 6年1月20日に到着した。サンディエゴで2月18日に第7航空団を上艦させると、カリフォルニア沖で作戦任務に従事する。サンディエゴを3月11日出航、2個航空団のパイロットを新珠湾で上艦させ、サイパンに向かい4月1日に到着する。 サイパンで別の2個航空団のパイロットを上艦させ、グアムで航空機の貨物を積むゴムと、真珠湾からアラメダに向けて出港し、4月23日に到着している。SCB-27CE 回送を受けた、ハンコック第二次大戦後の海軍の縮小に伴い、ハンコックも他の同系艦の多くと同様に、予備役に編入される。 ワシントン州シアトルに向かい不活性化に向け待機した後、1947年5月9日より、ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で、モスボール処理の上保管される。ハンコックは、SCB-27CE 改装により、近代化することが決定し、1951年12月15日より、ピュージェットサウンド造船所で、改装工事が行われる。 同階層は SCB-27 階層を基礎として、さらにジェット戦闘機に対応する強力な蒸気型パルト等の新機軸を盛り込んだものである。ハンコックは同階層を受けた最初の艦であり蒸気型パルトを備えた初のアメリカ空母となった。また、本艦を含む7隻は SX 級の中で航空機運用能力が特に高くなったことから飛行式ながら ハンコック級と分類されることもある。ハンコックは1952年10月1日にクバ -19 に艦種変更され、1954年2月15日に WS バッツ艦長の指揮火災収益した。1954年5月7日にサンディエゴを出港し、カリフォルニア沖で作戦活動に入る。6月17日には蒸気型パルトを用いた、 史上初のジェット戦闘機発艦を行っている。1955年8月10日に第7艦隊の一部として、沖縄からフィリピンにかけての海域で作戦活動を行い、シースパロー、レギュラスミサイルの発射実験及びカットラスの運用実験を行った。 1956年3月15日に、サンディエゴに帰還し4月13日に一時退役、アングルドデッキ装着等を盛り込んだ SCB-125 改装に入る。SCB-125 改装を受けたハンコック・ハンコックは1956年11月15日に最終駅し、サンディエゴ沖で1957年4月6日まで訓練を行う。 その後極東、ハワイに向けて出航し、1957年9月18日に、サンディエゴに帰還、1958年2月15日に再び、日本に向けて出航する。1958年8月の第二次、台湾海峡危機では強力な空母機動部隊の一部として、警戒を行った。10月2日に、サンディエゴに帰還し、サンフランシスコ海軍造船所で、 オーバーホールに入る。オーバーホール後は、サンディエゴで、訓練任務20時、その後1959年8月1日に再び、第7艦隊に加わり、ラオス問題で、東南アジア水域でのアメリカ軍の存在を誇示した。1960年1月18日に、サンフランシスコに帰還し2月初めに出港、月からの極超短波を受信する通信実験に参加した。 8月には第7艦隊と共にラオス沖に展開し、同水域の緊張が緩和するまで日本からフィリピンにかけての範囲で作戦活動に従事する。ハンコックは1961年3月にサンフランシスコへ戻り、続いてピュージェットサウンド海軍交渉でオーバーホールを行い、新型電子機器の装備及び多くの回収を行った。 その後1962年2月2日に再び極東へ出港、ラオスと南ベトナムでの危機が増大すると南シナ海でのパトロールを行った。6月には金門島とバソ島に向かい、その後日本沿岸で訓練活動を行う。1962年10月7日にサンフランシスコに帰還し、 ハワイへの短期間の公開の後1963年6月7日に再び極東へ出港した。1968年撮影フリークエントウィンド作戦より、紀藤ハンコックは韓国沿岸での防衛演習に参加した後、1963年11月に南ベトナムでクーデターが生じると沖合に展開した。その後1964年1月16日に、 ハンターズ・ポイント海軍造船所入りして、新型射撃システム、船体補修、アルミ製の飛行甲板を装着する近代化改修を行う。1964年6月2日に、艦歴20周年をサンディエゴで祝った。その後ハワイへの訓練公開を行い、1964年10月21日に、アラメダを出港して、第7艦隊に加わり作戦行動に入る。 ハンコックは11月19日に日本に到着した後に、トンキン湾のヤンキーステーションでのパトロールを行った。1965年春の初めに帰還するまで、ベトナム水域で作戦活動に従事する。11月に再び高戦地帯へ向かう。12月16日にベトナム沖でパトロールを行い、その後1966年8月1日に、 アラメダに帰還するまで、香港、フィリピン、日本での短期休養を挟みつつ、関西機による敵基地攻撃を行っている。この間の功績により、海軍部隊栄誉賞を受賞している。西海岸沖での作戦行動後、ハンコックは1967年初めに、ベトナムへ戻り来たベトナム軍への攻撃を再開した。 1967年前半の作戦活動後、7月22日に、アラメダに戻り速やかに戦闘に戻るための準備を行う。ハンコックとレンジャー、オリスカニーの艦載機は、1970年11月21日、22日に、非武装のアメリカ軍偵察機が攻撃されたことを受けて、19度線以南の北ベトナム軍対空、ミサイル陣地への攻撃を行った。 ハンコックとレンジャー、キティホークは1971年5月10日までヤンキーステーションに泊まりミッドウェイと交代した。ハンコックはコーラルシーと共に北ベトナム軍が南ベトナムに侵入した1972年3月30日までにヤンキーステーションに帰還していた。北ベトナム軍の侵攻に応じてハンコックと両艦の関西機は オペレーションフリーダムトレインに参加し来たベトナムの軍事目標に対する攻撃を行った。攻撃は4月末までに北緯20度25以南の地域をカバーし、4月25日から30日まで、ハンコックの関西部隊場 -55、場 -164, 場 -211 の所属機は、コントゥム省とプレイクの周辺地域に対して攻撃を行った。 ハンコックは1975年に再び南ベトナム水域に展開した。スービック海軍基地を3月23日出港し、ハンコックはコーラルシー、ミッドウェイ、エンタープライズ及び沖縄と共に北ベトナムの侵攻を受けたサイゴンから避難民を救助するフリークエントウィンド作戦20時、アメリカ人1373名。 他国人6,422名を救援した。本作戦はエセックス級の参加する最後の実践任務となった。5月12日から14日にかけてマヤグエース号事件への対応のため待機状態にあった。ハンコックは1976年1月30日に退役した。その翌日除籍され、1976年9月1日に、 防衛再利用マーケティングサービスによって、スクラップとして売却された。ハンコックは、第二次世界大戦中の選考で、海軍部隊栄誉賞と4つの従軍聖賞を、ベトナム戦争中の選考で、海軍部隊栄誉賞と11の従軍聖賞を受賞した。フリードマン1983、P151、レイブン 1988&P32、ストリート、ジョン。 1999&P10 ただともひこ SX 級のメカニズム世界の感染第761号解任者2012年6月84から91ページネイド400億1930万5383鍋ソースオンラインエアクラフトキャリアフォトアーカイブ2019年6月2日閲覧フリードマン1983 P-151、P 1, About Us。アセス、ハンコックアソシエーション、2019年5月26日、閲覧。ダルゼル、トム、ベトナムウォースラング、エディクショナリーオンヒストリカルプリンシプルズ、ラウトレッジ。 p55isbn9 長7813億1766万 1870https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス id イコールハース・ワバーキバッチピコグラムイコール pa55 ハット・フォルトムアンドリューザエセックスエアクラフトキャリーアーズボルティモアメリーランドザノーチカル アビエーションパブリッシングカンパニーオブアメリカ P28ISBN1 から87万7853から26から 78ABCDEFGH アセスハンコックディクショナリーオブアメリカンネーバルファイティングシップスネービーデパートメントネーバルヒストリーヘリテジコマンド不明な引数マンスイコールコーザースイコールが空白で指定されています サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。アソシエーテッドプレス、マイティエアクラフトキャリアアセスハンコックオフザウェイズ。ジャーナルワールド、https コロンスラッシュスラッシュニュースドットグーグルドットコムスラッシュニュースペーパース、2度イコール 2199&、ダットイコール 1944124&、ID イコール KX5 ダバージ&、 シットイコールザフナバッチピコグラムイコール29802852722ワールドウォーツーデータベースアセスハンコック2019年5月26日閲覧花巻主催と花巻空襲を撮影した航空写真の発見について2019年5月26日閲覧フリードマン 1983P151 鍋ソースオンライン エアクラフトキャリアフォトアーカイブ。2019年5月26日閲覧。フリードマン、ノーマン、US エアクラフトキャリアーズ、アンイラストレーテッドデザインヒストリー、アナプリス、MD、ネーバルインスティチュートプレス、ISBN0 から870217399。ありがとうございます。